10日の木曜日頃なんですけれども、関東地方では南岸低気圧による雪の降る可能性があります。まず天気図をご覧いただきましょう。こちらが10日の午前9時の予想天気図です。南岸低気圧というよりは、ちょっと南の方離れて通るように見えるんですけれども、この低気圧やや発達をしながら南海上を通過していく予想なんですね。これに伴いまして降水エリアを見てみますと、こちら2月10日の朝9時の天気図なんですけれども、北の方に大きく降水をもたらす雲が広がる予想です。特にこの関東の南岸付近では雨雲、雪雲が発達をして降水量が多くなる恐れがあります。このように雲そのものはかなり北の方まで広がりますので、雨か雪か、いずれかは、かなり降る予想なんですけれども、雪になるかどうかの問題は寒気の強さとこういうことになります。今のところ可能性として最も高いと見ているのは、これが2月10日の上空1500メートル付近の温度の予想なんですがね、マイナス3度線、これが関東の中部付近まで降りていきます。また関東の南岸付近まで1500メートル上空の0度線という寒気が降りてきます。これぐらいの寒気ですと、南岸低気圧の時に、雪にするのには、十分なレベルとなりまして、やはり関東エリア10日は雪になる可能性の方が今のところ高いというふうに見ております。一方、寒気が強くなることによって、あと雪の量にも関わってくるんですね。雪の量に関しては今のところこの最も可能性があるレベルとしては、考えられる量として、都心などでは5センチから10センチぐらい、関東の内陸部に入りますと10センチから20センチぐらいが想定されます。ただそれより多くなるか、実はほとんど降らず湿った雪あるいは雨で降るかは、その後の寒気の方強まりが影響する形になります。でその寒気強度がですね、予測モデルによって若干の違いがあります。例えばこちら GSM の方10日の予想を見ますと、先ほどお話した通りマイナス3度線が関東中部あたり、0度線が南岸付近まで降りて、こうなると雪なんですけれども、GFS というこれアメリカの予測モデルなんですが、0度線がもう少し、北の方まで北上する予想になっております。関東の南岸付近では雪ではなく、これですと雨になる、それぐらいのまだ差がある状況なんですね。特に南岸低気圧の場合はですね、コンマ数度の温度の変化によって、雪か雨かが大きく変わって、全く影響ないレベルから、大雪になるまで大きく変わることがあります。今回は降水をもたらす雲はかなり北の方まで、広がるということは予測見通せるんですけれども、逆に寒気の強まり、その温度の予想が非常に難しくなっております。この後も予想が変化する可能性がありますので、最新の動向には十分ご注意ください。その最新の気象情報についてはお天気アプリウェザーニュースでも随時ご確認いただけます。